田中です。今日はですね、信用残高を積み上げるために重要な3つのポイントという話をしたいなと思います。少し前のですね、この YouTube チャンネルでも、信用残高が全てだという話をしました。これどういうことかっていうとですね、世の中にどれだけ信用残高を積み上げているのか、それによって人生っていうのは決まるんだよって話ですね。これどういうことか、例えば俺の例で恐縮なんですけども、俺自身はですね、出版社にいて、10年間、編集者としてですね、おかげさまで1000万部以上の本を売ったという実績があります。その時にですね、新人の著者とかを中心に手掛けさせていただいたっていうのもあって、その人たちに非常に今でもですね、大切にしていただいているということがあるわけですね。で、その結果、10年後ですね、だから2002年に僕は出版社に入ったんですけども、そこから2012年に独立して、2012年に独立した時にですね、全てデビューの頃から、デビューというかね、独立したての頃からいろんなことがうまくいったっていうのは、その10年間でですね、多くの人に信用されてた結果、いろんな人を紹介してもらったりとか、俺がイベントやるって言ったら、多くの人がこう情報を拡散してくれたりとかしてですね、うまくいったっていう経験があるわけですよ。これってまさに信用を貯めてたからだと思うんですね。それが独立するときに、その信用で積み上がった残高をですね、使わせていただいたというのが、信用残高って話。そしてもう一個、これもね、前回、前々回か、その前かな、わかんないけど、この YouTube チャンネルで話した通りでですね、昨年一緒にこう全国ツアー、出版のですね、全国ツアーを回った河合さんっていう方がいるんですけども、彼がそもそもその信用残高って考え方をですね、僕に教えてくれたりとかして、彼ほど信用残高を世の中に積み上げてる人いないんじゃないかなっていうぐらい彼は、すごいいろんな人に貢献してる。だからイベントとかやってもですね、一個驚いたのはですね、大阪の書店でイベントやった時に、彼の後輩がですね、わざわざ鹿児島から来てたと。ところが他の人が来たくてですね、その人は席が取れない。だったら、その後輩に頼んで席を譲ってもらわせたりとかね、できるわけです。だってそもそも信用残高があって、あるからこそわざわざ鹿児島から大阪まで来た。でもしかもさらにその彼が受けれないっていう状況でも、その彼はですね、心よく他の人に譲るんで。これって本当信用がなきゃさ、普通成り立たないんじゃないですか。で、それが別になんか、変にね、なんかこう無理くりとかじゃなくて、本当にこの後輩の彼もですね、心よく受け入れると。で、これってね、本当にすごい信頼関係、信用がなきゃ無理だなというのもですね、こういった形で信頼関係、信用残高ってのがあると、結局自分が何かをやりたいって言った時に、多くの人が手伝ってくれると。だから俺が若者たちに言ってるのは、やりたいことなんかないだろうと、お前ら。やりたいことあんだったらもうやってるよと。じゃあやりたいことを探す前に、やりたいことが見つかってからやればいいんだと。その前に重要なのは、やりたいことが見つかった時にどれだけ多くの人が手伝ってくれるか、どれだけ多くの人が応援してくれるかだと。じゃあそのために何をやればいいかっていうと、今から信用残高を蓄えようぜみたいな話をしてるわけで、そういうのをちょっと YouTube でね、話したところ、意外とですね、反響があって、じゃあどうすればいいのかっていうことだったりとか、するわけですけども、で、俺はポイント3つあるなと思ってます。で、1個は報告ね。これもこの YouTube チャンネルで言ったけど、何かをやったら報告していくっていうこと、これが重要。これ何かっていうと、信用というより、こいつはちゃんと報告してくれるやつだなっていう信頼が生まれますよね。で、もう一つ、二つ目が継続です。例えばこう YouTube でこれね、俺が毎日やってるじゃん。これも実は分かんないよ。分かんないけど、人によっては、この人はちゃんとやるなというね、ちゃんと毎日やれる人だなっていうので、信頼、信用っていうのを使うことができるなというふうに思います。そして三つ目。この三つ目はね、当たり前なのかもしれないですけども、貢献。この貢献も重要ですよね。だから報告、継続、貢献、この3つですね。この3つをきっちり普段のね、生活の中でやり続けること。そうすると必然的に信頼 が積み重なります。信用が積み重なります。で、そうやって信用残高がどんどん積み上がる。信用残高がどんどん積み上がるとですね、結果的に僕が思うのはね、その信用残高を積み上げていく過程でも、いろんなところに呼ばれたりとか、いろんなことを頼まれたり、そしていろんなこと頼まれたらまた貢献する。で、その繰り返しをずっとやってたら、いつの間にか、信用残高も積み上がるし、いつの間にか自分がやりたいことに出会えるんじゃないかなというふうに思います。なのでですね、ぜひ、皆さんにやっぱ信用残高を積み上げるためのこのね、3つの方法、すごいけれども、継続すること、そして報告すること、そして貢献すること、この3つをですね、普段から心がけるといいんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今日は信用残高を貯めるための3つのポイント、話させていただきました。またメルマガ LINE に登録していただいたらプレゼント差し上げます。また YouTube チャンネルの登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。